ドンピシャです。ようこそちょっと待って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 、あれ、あ、君の名前変わったの？そういう始まり方だったっけ？ようこそになったの。あ、何、名前言わなきゃいけない？そう、名前言うやつだからさ、うん、あ、そうなの、ごめん、ね、ドンピシャです、ね、ようこそあ、これ名前なんだ。名前なんだね。名前なんだ。ネットです、お願いします。よろしくお願いしますうん、どうしたの、うん、何が今日なんか不思議な感じだね。いや、一発目から言ってやろうかな。あー、なるほど。あー、そう、なるほど。その結果、失敗したっていう形いや、笑ってくれてるよかな。そうだね、うん、ようこそだって、うん、だから多分いいもので、ペイさん面白いって、かわいい、うん、かっこいい、かっこいい、ブスあ, あれあれ一気に、うん、一気に一気に悪い方に行ったな。あの、そう、ブスといえばじゃねえや、あ、ブスといえばの話は、妖怪といえばなんですけど、あ、そうですね、水木しげる大先生、まあ、王先生が、お亡くなりに、お亡くなりになられた。でも何歳？93歳。わあ、心筋梗塞かな、うん、心筋梗塞。まあでもだいぶだよね、長く。そうですね、まあ、実際で、ゲゲゲの鬼太郎ってさ、うん、日曜の朝やってた、やってた、やってたよね。やってたか忘れたけど、やってたね。多分それで見てたんだ、うん、俺は、うん、おそらくそこからファミコンに行ったんだ俺は。ゲゲの鬼太郎、ゲゲの鬼太郎のファミコン。そこからじゃないんじゃない？いや、そんなに古くないよあれ。多分アニメを見て、うん、そのゲゲゲの鬼太郎というものを知って、うん、でファミコンのカセットを見てたら、うん、あ、あるじゃん、鬼太郎だと、鬼太郎じゃん、うん、って感じだったと思う。まあ俺兄がいるから、もうすでにファミコンが、あの緑の、緑のカセット、緑のだね、あのなんか枠がギザギザになってる、ドゥンドゥンドゥルルドゥンドゥッツドゥッツドゥルルルルルルルでしょ。そうだ、あれも不思議なゲームだったね。不思議なゲームだったよ。ステージ避けていけるとかさ、そう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 、あの多分俺も説明書なかったから、やった時に何が何やら、うちもなかった説明書が、うん、あれむずいよね。すんげえむずかった。すんごいむずいよね。すぐ死ぬ。面の配置がさ、うん、まあある程度あるのかもしれないけど、ランダムなんだね。ランダムだね。だから避けれる時もあれば、避けれない時もあって、うん、そう。そうか、ランダムだった。そう、あれランダムなんだよ。未だによく分かってないからね。うん。うん、多分今やってもクリアできない。まあできないと思う。多分。でもできないでしょ。あれできないでしょ。もうだってそういうゲームが多いよ、あの時代のゲーム。うん、まあそうね。クリアできない系ね。キテレツ。キテレツは結構難しいね。あれ、お前やってたのドラえもんか。俺はドラえもん。そうかそうか。キテレツはでもだから昔やってて、うん、なんかね、何なのか分かんないんだけど、うん、重力反対になれんのよ。重力反対になる。重力をどうにかしてんのか、うん、真逆、上に、はい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 、上で下に飛ぶっていう、そうそうそう、なるほどなるほど、になって、うん、結構だ、最後の方はそれを駆使しないといけないんだけど、うんうん、もういかんせんむずすぎる、うん、でキャラを後ろに連れてると、うん、一緒に歩いてきてくれるんだけど、うん、ジャンプとかのタイミングがずれると、あのミヨちゃんだけ落ちる。ミヨちゃんっていう単語がちょっと難しい。ミヨちゃん最初あのなんかのアイテムで体でかくなりすぎちゃって、あー、うん、言ってたな家から出れねえっていうところから始まるんだよね。ね、懐かしいな。そうだから、あの辺 の、うん、その漫画原作作品みたいなのは、うん、のきなみ難かったね。服部くんとかも俺越した記憶ないし、服部くん難かった。ドラえもんも難しかったし、茶色カセットな、服部くん。そうだね、あ、そう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 、覚えてる。あの辺は超、あの辺だから本来ならさ、今で出るんだったら多分結構なんか難易度下がって出るようなイメージがなんとなくある、うん、まあそうだね、やってないから分かんないけど、簡単にイージーにできるからね、うんうんうん、自分で選べないでしょ、だって難易度を。確かにね、うん、選べないでしょ、昔のって。低かったよね、理不尽だったね、うん、かなりの理不尽さ。まあそれアキラ、あのあアキラの、アキラね、ファミコンカセットがあって、うん、最初にもう選択をミスると、うん、ゲームオーバー一瞬でマジで、うん、メゾン一国みたいなもんじゃんあったわ。メゾン一国もなんか窓から飛び降りるみたいなの選択しちゃうと、うん、終わりみたいな。そうか、そんなんばっかだよね。切りないよ、
切れないよ本当に。オホーツクだってそうだもん。あオホーツク好きだったな。俺も好きだった。最初なんかタオル持ったタオルを首にかけた、うん、丸坊主の少年なのか何かが、うん、ちょっと後ろを指してる、うん、指で指してるような、うんうん、あのね、オホーツクは音楽がめちゃくちゃ良くて。オホーツクってどんなんだったっけ。ドゥーン、まあドゥーンっていう、そうそうそう、オープニング。違う違う、オープニング。それなバルブのバルブの違う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 、レフトフォーデッドの最初じゃないよ、うん、じゃなくて、うん、とにかく音楽がいいんだよ。なんかね、オープニングタイトルの入り方がおしゃれで、うん、最初になんかもう海のところでそのだ刺してる、うんうん、ところで潮騒かなんかがザーって音で、あなんか事件が起きたっていうので、ちょっと進めるとオープニングクレジットがガンって出てくる、うん、はいはいはい、おしゃれおし、まあ、おしゃれ、まあ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 、あれって音楽違うか、違うかな、杉山浩一じゃなかったっけ、違うか。でもなんか有名な人で、ちょっと違うとか、気になる。オホーツク、あれはね、俺だから、うん、あとなんかカードゲームとかができて一生やってたけど、カードゲームなんてあんまり記憶にないな、オホーツク。キラッとしか覚えてないな。オホーツクは北海道レイヤーズ仮面ライダークラブ。あれはもうだって越せるようにできてないもん。あれね、無理です。友達が、うん、ガチで越してやろうって思ったらしくて、うん、2日ファミコンだからさ、セーブができないじゃん、うんうん、で、だからもうやめるときはそのままにして、うん、寝て、起きてやる、うん、あれって3体やんなきゃいけないじゃん、うん、1号と2号、うん、2号と2号、2号、うん、あと V3、うん、で、2日目でやっとその3個目まで行ったんだけど、うん、まあ、よくある足でちょっと接触してらしいの、うん、あそれで画面がバサーって諦めた。あれな、よくあるな、本当によくある。あれ音楽はこの人かな、俺は勘違いしてたのは、うん、堀井雄二だった。あ、ストーリー、ドラクエ？ストーリーが堀井雄二。そうだね。あー、まあまあ、とにかく よかったという話。なるほど、分かっていた。いや、難かった。だってほんとクリアしてないのいっぱいあるぞ。いっぱいあるよ。ほとんどじゃないかな。ほとんどクリアしてないじゃないかな。ゴリラじゃねえや、ドンキーコング、ドンキーコング怒りのメガトンパンチとかだ大容量2メガのあった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 。あれも、え、多分あれはクリアできそうな雰囲気。あれ動き超ヌルヌルじゃなかった。ドゥンドゥグドゥン、ドゥン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 ドゥグドゥン。あれ多分下手すりゃあれ 60fps 出てるよね。まあ確かに。だから2メガあんだよ。あのパンチとかの音がすごいよ。ふわしゃふわしゃ。わかる。うん。すごい面白い。効果音ですごい印象に残るのってあるよね。ある。うん、俺FF4 のブリザラの音が。あすごい印象に残ってて、なんかそれはずっと好きだったから、ブリザカよりブリザラ使っちゃうなみたいな。なるほど、まあ、FF で言えばあのエンカウントの時のブエブエみたいなのもすごい印象的だよね。サンダーガとかのブキコブキコすごいあるある、すごかったよね音とかもあるある、すごいわかる。なんか印象に残っちゃうよね、うん、もうできないだろうな。今はもうね、多分その忍耐力が失われてると思う。僕そうだね。やっぱ豊富だから、いろんなものできるから、別にこれできなくてもいいやって思っちゃう。そうなんだよね。うん、昔が良かったとかじゃなくて、それしかなかったから。そう。そうなんです。本当にそれをどうにかするしかなかった。うん、クリスマスとかのプレゼントで買ったやつだからもう引くに引けないみたいな。失敗しても。そうな。だってさ、うん、あの時代なんてさ、カセット、まあ、9000円とかしたじゃん。そうだね。でさ、うん、自分で買ってたわけじゃないじゃん。そうね。なんかの、まあ、まあ、買えてもお年玉とかさ、まあまあまあ、うん、今なんてポチッとさしてしまえば、うん、次の日来たり、うん、ダウンロードで買えたりさ。そう、ダウンロードがすごいもんね。やっぱすごいね。あの時なんてだってもう数ヶ月に1本とかだからさ、うん、もうそれしか、うん、フォーメーション Z しかできなかったんだよ。最悪だよねもうね。ああこいつはなんだけど何をすればいいんだこのゲーム。俺ずっとドルアーガーやってた。ああいいね、そりゃいいじゃん。
ドルラガドルラガよくできてる。俺数ヶ月だったあれ。あれ一生遊べたもん。フォーメーション Z しかできなかった。あのオレンジ色のカセットね。飛んでんだから、うん、あれどうやりゃ飛んでなん。トランスフォーマーと大差ない感じのやつ、ね。そう。同じところから出してる。そんなゲームだったっけ。そうそうそう。横スクロールで。なんか変形したりしなかったり、画面のスクロールと足の歩いてる感じのミスマッチさね。あなんかもうで飛べるけど、あれ一面越したことあった。あそれで言えば俺サラマンダーだな。一面越した記憶ないな。サラマンダーはでも一面越せどうだったかな。俺なんか記憶にない。いつも、うん、壁が動いてきて。うん死ぬ死ぬイメージしかないから、だからその一面をクリアしたっていう記憶がない。なるほどね。うん、そんなんばっかだよね、うん。俺親父がファミコン確か買ってきてて、うん、でねドラクエ3かなんかをやってたのよ。うん、多分、うんうん。で名前を家族の名前にするのね。はい、で4人家族だから、うん、大丈夫なんだけど、いい、うん、俺の名前って濁点が入る4文字なの。はいはいはい、でドラクエって濁点が1文字換算されるから、あーなるほど、全部入んないわけ、うん、だから何をそこで考えたのか、うん、最後にこうつけて、うん、なんか女の子にされてて、うん、もう願望っていうかやっぱ希望なんかちょっとショックだったのを覚えてる。濁点1文字換算されるんだ。そうだよ。俺はじゃあギリギリいけるんだね。そうだね、うん、いける、うん、いけるんだ。なるほど、なるほど。俺はいけない。あなんていう名前知ってる人も多いだろうけど、そうですね、あえては言いません、うん、あなるほどね。そうなんです。懐かしいね。懐かしいですね。名前といえばですね、一件メールが来てまして、うん、まあ、これみんなそんなの あったのかな、うん、考えたこと。ご冥福をお祈りいたします。あ、なるほどね。なるほど。そこから来たわけだね、今の話を。もうでもお祈りはしてたけどね。あ改めて、改めてご冥福をお祈りいたします。まあ、この世界でもね、楽しくやっていただければ。そうですね、思っておりますが、荒牧ジャケさん、女性の方。シャケ、荒牧ジャケさん、ジャケ、なるほど、シャケ、シャケね。3人称の皆さんこんにちはと。こんにちは。私は今次男を妊娠中で、おい、おう、しかも出産予定日まで1ヶ月を切りました。おい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 、もう飛び出たか。ハッピーバースデー。だいぶ近づいてると思う。ハッピーバースデーじゃねえよ、うん、まあ間違ってはないけど、ね、いない、うんうん、そうだね、しかし名前の候補が全然出てこずに悩んでいます。あれ、長男の時は以前から考えてた名前があったのですんなりと決まったのですが、うん、今回はなかなか思い浮かばず、あれ辞書を引いたりと長男と同じ雰囲気の名前を考えたりしていますがしっくりいきません。三人称の皆さんは憧れている名前や将来子供につけたい名前などありますかっていう、いまあ、名前のつながりで。なんかちょっとあれみたいな、つけてくれっていう話じゃない。じゃない。違うんだ。なんだ、うん、じゃあ名前で何もない。ないないでしょう。本当に相手いないのに。え、でもさ、なんか子供ができたらこういう名前にしようかなって、なんか中学の時とか考えたりしなかった。あ、考えたよ。そういうのを聞いてるんだ。あ、そういうこと、うん、それ以外に何。普通に普通でいい、普通でいい、普通でいい。あの、俺ね、完全にあれから影響を受けたんだけど、あれ、あのキングダムハーツってあるでしょ。はい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 。おー、珍しい、うん、あれ、リック、ソラ、リク、カイリだっけ、うん。で、そこでリクっていう名前、うん、いいなって思ったの。普通に思ったの。いつの話それね、割と大きいね。大きい割と大きくなっ、大きい頃に、うん、大きい政治が思ったの。多分ね、マミちゃんと付き合ってた時かなじゃあマミちゃんとの一緒の子でリクっていう風に考えてた。そうだね、考えてたな。もう結婚して子供生まれてるあのマミちゃん、俺のと付き合ってた時、俺のスーパーファミコンのコントラスピリッツを持ってる。そう、マミちゃん、あのマミちゃん、こいつね、あ、俺のうちに、うん、わざわざ来てだよ、うん、まずお前スーパーファミコンのカセットってまだ持ってたっけって言われて、うん、あ、持ってる。いつの話。マミちゃんの時。マミちゃんと付き合ってたね。どう付き合って高校の時。いや、いや違う違う、もっともっと、20代前半とかじゃないかな、うん、専門の時。そうだね。だからその時に、うん、
持ってるよねって言われて、うん、まあだああ持ってるよって言ったら、うん、ちょっといかいあの貸してくれって言われた、うん、なんかそのマミちゃん家でスーパーファミコンをやるからあ幸せだね貸してくれって言われて、ね、いいねそれはね、うん、ああじゃあいいよっつって、うん、で来て、うん、俺結構持ってたのよ、うん、カセットねそう、うん、でちょっと前に俺のやつ見たら、うん、あれこれ持ってなかったっけなっていうのが、うん、ことごとくなかったのあらおかしい話だねその時は気づいてなかったんだけど、うん、よくよく考えたら俺その時ドンさんに貸してって言った時に、うんうんほぼ一軍まあそうだね、うんうん、カービーボールおー一軍だねコントラスピリット一軍だねドカポン321、うん、とか、はいはいはい、全部持ってかれてたの、うん、で今も実際俺も持ってなければドンさんも持ってないの、うん、ってことはマミちゃん家にあんの、うん、マミちゃんの実家にある今もなお多分実家にある俺ね、うん、言ってくんないかなと思って返してくれって俺のなんだよマミちゃんに、うん、俺がおめえがなんで俺が言いに行きなよマミちゃんに、うん、マミちゃんは今 何してるの子供育ててるかっこいい旦那と子供の名前は分からないですリクじゃないリクではないうわそれリクだったらそれリクだったら俺もうどうする名前まで取られそれを仮に携帯で見てたとしたら多分画面をうんって叩き割ってあこいつそのねあの、ま、マミちゃんが、うん結婚したっていうのを、うん、あの Facebook で知ったらしくて、はい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 、偶然見たんだよねでその前に、うん、私は結婚しないみたいなことを、うん、こいつに言ってたらしいの、うん、そのねあ1年前ぐらいかな多分1年前ぐらいにまあ別れて結構経った後、うん、普通に遊んだ時があって、うん、なんか話があってみたいなでちょっと相談乗った時があって、うん、でその時に話したのは私は多分結婚しないなーって言って、うん、言ってたんですけど、うんうん、いや気がつけば、結婚もしていてさらに連絡もせずそうですね、うん、あの女ってそういうもんだよあの Facebook にさ、ねうん、なんか出るのあれわかるかな何々さんが結婚しました誰々と結婚しましたあなんか、そんなんでんの関係性みたいなの変えると変わるんじゃないかなそうそうそうあるあるある何々さんと結婚しましたみたいな出てくんの、うん、恐ろしいあると思うそれを見ちゃった時の俺、うん、こいつ俺の顔俺の顔、ね、それを急に LINE で俺に思わず連絡した、うん、あ本当にマミちゃんが結婚したみたいなさ思わずとっさにペイさんに連絡結婚しないって言ってたのにみたいなこと言ってで俺もだ、うん、俺はそのちょっと前だ高校の時に付き合ってた子が違う人と結婚して、うん、でああだ結婚したみたいだよみたいな感じで、うん、俺はだからその元カノが結婚したっていうのをもう経験してたから、うん、でこいつから来て、うん、これって結構来るねみたいな思ってる以上にいやもう全然ね結婚なんかしてくれって思ってたけど、うん、勝手にねしないとは言っててもまあまあ幸せになってくれればいいんじゃないかって心で思ってたんだけどいざ、うん、その元カノが結婚されると、うん、意外とねあー分かるダメージダメージだな、うん、あれだダメージダメージパンプが来てる、ね、パンプが来てんじゃん分かるわでも Facebook ってだから恐ろしいよねそう恐ろしい、うん、それは俺も経験がある、まあ、俺絶対見ないわ偶然すぎるとそうか知ってしまうんだよね、うん、でしかもその時初めてその今まで付き合ってたであろう人、うん、のもう関係性が出てくるんですよ、うん、知るんだねそうで顔も見てさ、うん、あー好きそうと思って何お前知った風に言うなよマミちゃんのことマミちゃん好きそうお前はもうマミちゃんの何者でもないんだからいやで、ね、なんだっけ、なんだ名前リクがいい、子供につけたい名前などありますかっていうので、いやー今のところはちょっと考えてないです、ね。俺ね、子供につけたいっていうより、俺がつけられた名前が、うん、なんだろうなと思ったことがあって、うん、俺は、兄弟兄がいるんだけど、うん、兄の名前と父親の名前って、どっちも4文字なんだけど、うん、2文字被ってる。おお、なるほどなるほど。うん
わかるわかるわかる、まあ、ヒロが被ってるんだけど、うんうん、で、俺ヒロなんてないの、あ、ない、俺の名前に、ない、あれって思わない、これに気づいた時に、ん、なんで俺には名前を、まあ襲名じゃないけどさ、同じような名前を俺にはつけてないんだ、うん、思った時があって、うん、でさ、小学生の頃とかってなんかこうちょっと自分は特別でありたい願望みたいなのがあるじゃない、あ、分かる、だから俺はひょっとしたら、うん、本当の子じゃないんじゃないか、出た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 、思いはすれど、うん、母親と顔が似すぎているっていう似てるんだ、似てるんだ、似すぎているので、京子に似てるんだ、似てる、似すぎているので、残念ながらね、そこでは妄想が膨らまなかったんだけど、あ、そうなんですか、あ、なるほど、だから俺は、うん、できれば自分の名前の何かを使ったものがあるといいかなって思ったりもなんかちょっとしてる部分がある、なるほど、京子ツイッターやってる、やってる、京子さ、ちょっとやめてあんまり俺の母親を思います、呼び捨てしてんじゃねえ、うん、失礼する、やめて、あ、そう、そう、これ以上やめて、すげえなんかね恥ずかしいから、うん、これ以上やめてもいい、うん、そうだね、ちょっと、うん、やめとこう、心に来るわ、なんかまあ一言で言えば、うん、浦和レッズ超好きだね、あ、超好き、あ、選手ばっかだよな、あのね、本当にうちの両親は、ね、サッカーが好きで、本当に好きなんだね、うん、本当いつの間にかだよね、多分もう何にも趣味が ないから、うん、レッズになったのね、すり込まれてきたから、でレッズと俺らって感じだったよね、あのフォローの、あ、そうだね、言っちゃって言っちゃって今言っちゃって、今言っちゃってない、今言っちゃってない、やめとけやめとけ、今言っちゃったじゃん、やめとけ、その辺にしとけよ、うん、その辺にしとくか一言もつぶやいてないんだけどね、びっくりしたよな、びっくりした、うん、俺リツイートばっかりしてない、即 LINE したもん、うんうん、で俺も、うん、いや俺も、うん、なんかフォロワーを見てるときに、うん、んってなったの、うん、でも、うん、まさかと思って、うん、俺はスルーしてたのよ、うんうん、その名字とかで、うん、ああいるんだって思ってたぐらいなの、うんうんうん、で、ドンさんから、うん、そう、俺が見つけてしまったいや、これそうじゃないかなと思ってたの、一瞬、うん、で、気になったから、うん、その、京子のフォロワーを見たの、うん、あ、違う、フォローだ、フォローね、フォローの、誰をフォローしてるか、フォロー、誰をフォローしてるのかなと思って、うん、フォローの一番最初を見たら、うん、完全に出てきたから、あー、そうひろあき、あれなんだっけ、お父さんの、ああなるほどね、お父様の名前が出てきて、うん、完全だなと思って、完全だろうね、うん、確かね、雑談で聞いてたんだ、その前に雑談でその父の名前と母の名前が出てきてて、あ、出てた、そう、出てた、確かそうだなと思って、で哲太さんに聞いてみたら、鋭いね、これ多分もし聞いてんのかな、聞いてる可能性ね、あるよ、あ、じゃあ本当に、お世話になってます、お世話になってます、だからもうん、怖いわ、何がですかなんかこういろんなこと話すのがすいませんね、うん、まあまあいいんですけど、ね、呼び捨てにしたりしてすいません、すいません、お世話になってます、お世話になってます、ほんとに、まあそんな感じですね、俺ね、うん、ちなみにだから俺も今、うん、今ポッと、あ、いい名前だなと思ったのは、うんうん、サラ、サワ、サワさんずいに少ないね、うんうん、サワ、うん、違う、サワ、誉れじゃないそれは誉れっていう、俺は、あ、そう、さんずいに、うん、少ないのさね、ラはね、ラ説のラ、うわー、穴開きそう男塾でしょ、穴開きそうだな、うん、ラはなんだろう、アシュラの同じじゃない、同じだな、多分同じだな、多分同じだな、うん、サラって良くない、サラ、まあいい、サが好きで、うん、あとね、ラ行が、うん、サルは、お前の名字言いそうになったな、ダメだお前、サルはダメだろ、サルはダメ、それはキラキラもしてないレベルのやつじゃん、でもさ、うん、ラ行っつったらサラかサリぐらいじゃない、サリ、サリっていたわ、友達のお姉ちゃん、サリ、今いたかも、サリ、サリ、うん、違う、ラ行だ、ルから始まる、ああルリとかロバ、ロバロバ、なんでだからその、うん、ちょっとした動物に行っちゃうのロボはロボ
違う。ボはあの暴言とかのボ。怖えじゃん。読むロボ、うん、ロボロボ。いやでも今ありそうななんかね、今ならありそうな気するけど。確かにね。違うよ。レゲ。名前がある。レゲ。レゲ。いそうだもん。いそうだけどさ。レゲいいね。レゲいいじゃん。超かっこいい。だら、うん、ラはね、リ。リサとか、リサ、まあ、リサ、リサのサでだから、あ、三水、三水、三水に少ないがいいな、リサかな。いやでもね、糸編もいいんだよ。いや糸編もいいんですよ。ああ、糸編もすごくあれね、うん。まあだからあとは昔から言ってるあのあや、あやね。うん、あや、うん、いいね。あやっていい。あやはいい。なんだろうね、あやってすごく、あやはいい。かわ。かわいいもんね。かわいいっていうかなんかね、うん、愛らしい。あ、勝手な想像で今わかるわかる。勝手な包みたい感じですね。そうそう、あとね、うん、エミはハズレがない。あ、そうだね、ハズレない。エミって前付き合ってたでしょ、うん、付き合ってたよね。あやって俺も前付き合ってた。あ、そうなの。なんかだから前付き合ってた女の名前ばっかあげんの。誰かが。なんでそれ好きになってんだろうと思って、やっぱすごい嫌な感じがする。やっぱその辺だね、うん、あ、ほんと、うん、そうね、うん、以上です。はい。え、子供、男が生まれるの、女が生まれるの。あー、次男つながった。あー、そうだね、次男かな。次男、次男ロボじゃない。ロボか、やっぱレゲエ。そう、俺もレゲエいいかも、うん、レゲエがいい。ロボとレゲエにすればいいじゃん。ロボとレゲエすごいね。昔友達にイゲイがいたけど。懐かしい。何、イゲイ、イゲイがいたけど。イゲイ、それ名字、名前、名字、名字なんだよ。イゲイっていう、うん、へえ、珍しいね。多分、うん、顔の感じからして沖縄とかかな。ああ、ね、なるほどなるほど。っぽい感じだったね、うん、はい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 。どういう漢字書くの。ちなみにイは伊藤のイ。あで、ゲイは多分ね、あの山水の手芸のゲイとか。山水の手芸のゲイ、ごめん、山水じゃないや、上の草冠、草冠。あー、それでイゲイ。へえ、だったかな。イゲイって何だったかな。インパクトがありすぎて漢字が出てこないんだね、うん、顔しか出てこない。あ、俺も顔はすごい出てくるな。すごい濃いんだよ。濃い顔してるんだよね、うん、俺ちょっとあれなんだよ。俺が小学校の時に一番仲良かったやつは、転校してきたやつなんだけど、うんうん、その元の学校にいたやつなのね、そのイゲーってのが、うん、でなんか一回うちの小学校に遊びに来たの、そのイゲーが。へー。で俺の友達に会いに、うん、でそのイゲーはペイさんともつながりがあるやつ。へー、なんか不思議なね。ちょっとね、不思議な関係。なんか転校してきたで思い出したけど、うん、中学の時にエクアドルから転校してきた女の子がいて、うん、あだ名がエクアドルコって名前。かわいそう。今思えばかわいそすぎる。かわいそう。ドルコって呼ばれてた。ドルコって呼ばれてた。かわいそう。それは何、向こう的にも。いや、多分オッケーじゃなかったと思うよ。ダメでしょ。俺は呼んでないけど、あんま話したこともないけど、エクア、まあだからそのインパクトでね。エクアドルってインパクトがありすぎない。まあまあ子供の頃からすると、確かにね、どこだろうみたいな、うん、だからエクアドルコって呼ばれたなっていうのを今思い出しちゃった。残酷だよね。かわいそう。いや、もうほんと子供は残酷だからね。ちっちゃい頃のあだ名の残酷さったらな、うん、それこそだって豚ゴリラとかそうだよね。まあそうだね、豚ゴリラはひどい話だね。豚ゴリラって何なの。豚にゴリラ。そう、合わせちゃったからね、うん、最強だよね。最強ですよ。じゃあメール行きましょうか。あ、そうしますか。何今顎でお前顎で指示すんじゃねえよ。顎でメール読めよ。ごめん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 。あやのちゃん、女性の方。はい、しょ。三人称の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、毎回楽しい時間ありがとうございます。やだ。突然ですが、うん、私は滑舌が悪くて、友達によく聞き返されてしまいます。おう、うん、三人称の皆さんは生放送などでお声を聞く限りは、うん、私にはとても聞き取りやすく、おうおう、メールをよくメールを読む速度も程よく感じています。おら、そこで皆さんは何か生放送の動画で喋るときに気をつけていることがあったら教えていただきたいです。だって、なんか気をつけてます。女性器の名前を極力言わないって。ああ、気をつけてる、うん、そこぐらいかなりの気を使いだね。そうだね、それは気をつけて、うん、だから
血を抜いたら出ちゃうから慎重になってるところはあるかもしれない。そうそう、ふとふとした時にもう出ちゃう、女性記名称を、うん、叫びたくなるし。ちょっとだからやっぱそこには線はしとかないと、そう、だからそこに線をすると必然的に全ての発言に線をすることになるから、うん、そうそうそう、ね、そう、結果慎重に喋ってる、ね、あ、だから全ての語尾にいける勢いだから。あ、マジか、ほんとちょっと行ってみてもらっていい？いや、あとで加工するから。面白そうだな。いや、だからそんな〇〇は語尾じゃねえじゃん。語尾じゃねえ、お前最初だよ。話の途中で言っちゃったけど全然語尾じゃねえ、うん、だからそれぐらいかな、あとでこれ、まあ、昔はさ、うん、あの、僕演劇やってた時期があったので、うん、滑舌のね、練習とか毎日してたんですよ。あー、やってたんですか。おアメンボ赤いなってやってたの、ずっと体育館でアメンボ赤いな、うん、ただのバカだったよ。それ滑舌の練習なんの。そうそう、滑舌の練習なの、これも。そうなんだ。やってたんだけど、だからその頃はね、うん、ちょっとは良かったと思うんだけど、うちの演技部さ、部室がなかった時期があって、体育館のあの、高度の上、うん、壇上で、うん、やらされる時があってさ、ボンビーじゃん。そう、普段はどんちょう下ろしてるからいいんだけど、うん、夏とか下ろしてたら多分全員死ぬのね、暑さで。死ぬだろうね。だから上げるの。あ、そうするとバレーとかやってたりするの、部活で。で、ネットはかかってるんだけど、で、例えばこうステージのさ、一番前に立って、うん、なんかセリフを正面でお客さんに向けて言うとするじゃん、うん、そこにボールが飛んでくるの。うわー、ネットにクシャ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 って落ちるっていう。どんな顔して俺は。いやずれー。向こうとしても嫌じゃん、そんななんか、ね、ギャーギャーさ、なんかちょっと恥ずかしいじゃん、演劇の見てるのって、うん、こっちも恥ずかしいじゃん、うん、もう辛かったね。演劇は俺ね、超嫌いだった。あ、そう。マジで嫌いだった。いや、でもまあ分かる分かる、気持ち悪いもんね、演劇やってるやつらって、うん、なんか、いや、わかんないけどそこまでは俺は言わないけども、言わないですけども、俺はやってたけど、うん、あの、いや、今考えると、その、うん、俺、バンドでさ、ドラムやってたでしょ、うん、でもそれってさ、人前で演奏することじゃん。そうだね、人前に出て何かをするってことじゃん、うん、俺ね、昔本当に嫌いだったの、人前に出て何かをするっていう。へー、そうなんだ。すんごい嫌いだったの。あの、学校の教室あるでしょ、で、うん、なんかみんなの前で発表とか、はいはいはい、あったじゃん。なんかやらされるね。ところどころ小学校、中学校の時とかね。大嫌いだった。へえ。もうすごい嫌いで嫌いでしょうがなかった。うちの一つが演劇。うん。俺満足感っていう漢字三文字のセリフがあってさ。何を言ってるのかと思った、うん、満足感って言 う, う満足感って、ちょっと待って、それどういうシチュエーションなの。何の時に俺普段生きてても満足感って言うことないよ。満足感って俺が言うセリフがあった、あの、うん、卒業式の最後に言うやつじゃないのみたいなやつ、みんながやった満足 感みたいなやつがあったんだよ、うん、それをなんかみんなの前で発表するみたいな、うん、なんか順番に一言ずつ言ってくみたいなやつがあってさ、うん、それで俺は満足感っていうだけなんだけど、うん、もうマジで嫌だった。嫌だったんだ。ほんと嫌だった。それは何、恥ずかしいとかなの。そう、恥ずかしい。まず、うん、セリフの短さ。まあね。あと、うん、なんか満足感っていう意味がよくわからない。そう、意味がわからないし、うん、で、しかもなんかその満足感っていう短いフレーズなのに、うん、結構細かいその、なんつうのかな、言い方演出が入るわけだ。そうそう、先生からの、もっとこういう風に言いなさいとか、そういう満足感じゃダメ、うん、それじゃ全然満足感感じられないみたいな。あ、怖いね、指導が入るわけだ。もう大嫌いだった、そういうの。ちなみにあれ、二人は、まあ、ドンさんはそれかもしれないけど、うん、演劇とかお芝居ってやったことあんの。幼稚園の時に。おう、あ、うん、幼稚園やるよね。幼稚園の時はやった、うん、長靴を履いた猫や。おお、案外、お、なんかそんなのやるんだ。うん、何役だったの。猫。猫、え、お、メインですよ。お、主役。うん、その頃から何主役だったの。やるよ、その頃からって。何なんかね、うん、もう今全くストーリーとかも何も覚えてないんだけど、うんうん、猫が二人いた。え、猫役が。猫役がダブルキャストだ。あれ本来は一人でしょ多分。だからその猫はの子は金持ち。なるほど、うん、で、うん、うちの子は
ダメなんですかみたいな親が来て、じゃあ、あの2人で行きますかみたいな、折れてありがち、うん、やったんじゃない。今って大丈夫なのかな、全員猫になる可能性ない。いや、あるんじゃない、桃太郎とか全員桃太郎でしょ、どうせ。わ、え、桃から生まれたっすよ、ドカーっていっぱい出てる、桃太郎だって1個からで、鬼とかを、うん、あの先生とか保護者がやって、めでたしめでたしで。え、だって仲間たちは、仲間たちはだって猿、うちの子が猿なんて何、猿だなのみたいな、なんかさバカにしてんのみたいになるでしょ、犬呼ばわりされるのみたいな。確かにな、キジてお前みたいなあるかもな。じゃあもうやんなくてよくない。そうだよ、桃太郎はダメだね。桃太郎はダメだよ、やってないんじゃないの、うん、もうほとんど。いやいや、いや、やってはいるはず、あれなんかでやってやってるっていう話は聞いたんだよ。アベンジャーズとかやってんじゃないあ、うん、みんな主役ね、みんな主役だからロキとかどうすんのハルクにべったんべったにされるロキをどうすんの多分だから全員が主役でもやっぱ主役、全員が主役って言われちゃうと、うん、その中でもここはやりたいとかさ、まあ、こいつがやりたいとかね、なんで私が、うん、私の息子がこれなのみたいな、グリーンジャイアントなのみたいになるでしょ。なる、まあなるだろうね、うん、うん、難しいよね。難しい、だってなんかあれでしょ、運動会とかでも順位つけなかったりするとか、勝敗つけなかったりとか。マジでなんかね、全員一等でマジで、うん、負けはないみたいな。あ、そうなの、そういうことなのかな、そういう世界ことがあるとかないとか。何のために、聞いたけどね。ね、俺もちょっと前にそれは聞いた、うん、マジか、どうなってんだろうな、どうなってんだそれ。まあ別に、なんだろうね、そうなんだっていう感じです。複雑な感じです。複雑だね。何、うん、でしたっけ。喋るときに気をつけてることがいう話。ああ、そういう話でした。だからまあ、まあ、いろんなことに気を使ってるよね、うん。その誰が主役にならないようにとか。そうだね。みんなが主役、うん、みんなを立てていこうみたいな気持ちが多分、うん、あんま風強くないよ、でもね、僕らね。うん、そうだね。よくないですよ。ダラダラだよね。うんうん、だからなんかでも喋ってるから、うん、なんだかんだ。うんうん。普通より多分喋ってるでしょ。そうだね、普通の人よりは。普通の人よりかは喋ってると思う。こんな風にだって喋、うん、んないでしょ。そうだね、こうやって喋ることなんて、その分多少口は動くんじゃないかなとは思う。あ、でもね、やっぱその実況したて、うん、した頃に比べたら多分だいぶ動くようになったと思う、うん、やっぱ筋肉だから、うん、使わないと落ちてくんだよね、うん、で人にあんまり会わなかったりするとさ、うん、口開かなくなるからうまく喋れなくなる。だって朝一喋ろうとするとさ、うん、まあまあそう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 、簡単に言うとそういうこと、ガッサガサだよね声とかね、うんうん、そういう感じだから、まあ独り言とかよく言えばいいんじゃないかな。独り言、ゲーマー独り言よく言うよね。言うね、ほんとに気持ち悪いだろうね、多分ね、気持ち悪いだろうね、あれ続きまして、はい、アンチャイさん、ジョシャイニャカチャ。何？カツエさんの話してたばっかなんだけど。なんて言ったの？ちょっと女性っていうのがあんま言い慣れないから。チャカチャカ、チャカチャカ言ってる。アンチャンさん、女性の方。アンチャンさん。アンチャン。早速ですが、質問させていただきたいことがあります。いたな、私は大学2年生の20歳です。そのまま喋ってほしく。そうだね。根っからの関西人なのですが、大学の友人に、関西の人って怖いよね。関西弁が怖い。口が悪いイメージなどとよく言います。私自身生まれてこの方関西弁に囲まれて育ってきた人間なので、そのような感じ方は全くしませんでした、うんうんうん、そこで質問なのですが、お三方は関西人関西弁にどのようなイメージを持っていますか、うん、他の方言からすると怖いのでしょうか、また関西人を彼女にするのは抵抗があったりしますか、よろしければお返事お願いします。ちなみに三人称の中ではペイさんが一番大好きです。あ、やった、じゃあ俺はね、大阪の子と付き合いたい。なんやねん、それはね、ほんま言わなくてええやつや、ほんま、なんやの、俺は大阪の子と付き合いたい。ひどいわそれ。それ京都それは、うん、京都方面。へえ、それ、それ俺の飲み物やで、ほんまや腹なんでやねん、腹立つな。関西弁怖いイメージあるかな、そんなないけど、あー、あのね、うん、感じたことはある。あ、本当に、うん、怖い。まあ聞き慣れてないだけだと思うけどね、単純に。でも俺はすごい関西弁が良かったなってずっと思ってた。関西弁憧れってでもあるよね、うん、ある。関東であんまり方言がないところだとやっぱ方言憧れはすごい強くて、うん、あるあるんだよね、うん、
関西弁なんで俺は関西弁じゃないんだって。あー、わかる。そう、だからやっぱお笑いとか見てるとすごく強く感じた、うん、それは。そうね、うん、多いもんね、うん、お笑いとかだとテンポがいいですからね、うん、あと女の子の関西弁はずるい、うん、かわいくなる。本当にずるい、うん、すごいかわいい。なんだろうね、なんだろうあれは。でもね、あのね、方言で多分怖いのは、うん、九州弁。そうだね、九州弁の女は、うん、今のところみんな怖い。あ、それは何、性格上、なんか性格も怖いし、うん、怒った時とかの、うん、下がり方、音の、あ、なんらみたいになるの、超怖と思って。なんら、うん、なんからとかついて、まあ、静岡もそうだけど。静岡もそうだね。でもさ、何ねとか、別にそれはさ、うん、怒ったらどこも、 それがなんかね、うん、いや統計的に怖い今のところ俺は。うん、関西も怖そうだけどね、怒ったら。関西も怖そうだね、うん、なんて言ってるか分かんないぐらい早口で言われそう。あー、分かる。こらって言ってそう関西弁でこらって、うん、怒った時なんやこらって、そう、こらってやんのか、悪いイメージが。こら、うん、巻き舌、巻き舌ね、うん、でも女の子そんな風に怒んないでしょ。いや、それは人それぞれやん、ね、それは人それぞれでしょ。ジャガー横田とかそうやって怒るよ。ああ、何これ、怖っ。バーンって旦那の子バーンってやるでしょ。手出ちゃうもんね。方言はでもいいですよね。いや、全然いいと思いますけどね。大切にしてください。でも、ペイさんが好きって言っちゃったから、ね、だから、うん、だから、どうでもいいです。そうだね。正直。残念ながらね。そこはね、うん、みんな好きって言っとけばいいんだけどね。そうだ ね、そういうところがあれかな、関西なのかな関西人のダメなとこかな。あ、うん、いや、ね、大丈夫だよ、大丈夫だよ。関西人言っちゃうのかな。言っちゃうんだろうね。結果誰が好きやねん、ちゃんとね、っやっぱ言う、言うってことで大事だから。ありがとう。と、僕は言っておきますよ。人のことを、ね、考えてください、うん、そうですね、ありがとう。そう、大阪に行ったらじゃあ何抱いてやる抱くのかよ、お前。花束片手にね、うん、抱きに行く、抱きに行く、抱きに行く、行くそうです、うん、待ってろ。じゃあ最後、はい、ちょっとまあ長めで重めの、お、チョコレートさん、女性の方。甘いね、うん、サニーショー皆さんこんバカだね、多分ね、うん、そうですか、驚いた、驚いた、驚いたバカなんだろうな。続けて、いつも動画生放送楽しく見させていただいております、うん、相談とは関係がまずないのですが、12月2日私の誕生日なので。 おめでとうございます。幼い文でも読んでいただけるととても嬉しいです。2日だって、うん、おめでとうございます。やった、よかったね、もうちょっとだ。私はもともと生理痛がひどい体質。あー、痛いよね、うん、適当にも程があるもーんって言ったけど毎月生理前後は下腹部の慢性的な痛み、うん、頭痛、うん、関節痛、ひどい時には嘔吐など、うん、マジやばいらしい、毎度毎度悩ませられています。本当にやばいらしい、ね、そうなんだね、うん、先日友人である男性から遊びのお誘いを受け、うん、おい、まだ知り合ったばかりでしたが仲良くしたいなと思っていたので、おいおい、1週間後約束を取り付けました。おい、いいですな。ところがちょうどその前日、約束の前日になって、うん、予定より早めの生理が来てしまい、あー、あれらしいですね。やはりまたひどい痛みが続いていたので、遊びに響いてしまえば相手にも迷惑をかけてしまうし、お断りを入れようかなと思い、うん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 、私のその状態も前置きした上で連絡させていただいたところ、うん、鎮痛剤とかイブとかで緩和できるって聞くけど、どうしても無理？あれ？ずっとあんちゃん楽しみにしてたから我慢できるようなら来てほしいの、とのお返事が。以前から生理痛に効く薬などを調べ、うん、効くと評判のものは試していましたが、うん、決めは薄いと、うん、しかしまあ約束をね楽しみにしているなんて言われたら断られるわけもなくて、優しいですね。まあお腹を温めながら早めに寝て薬を飲んで家を出たと。おで、まあ、しばらくは痛みも少なく遊べていたのですが、うんうんうん、バス停に並んでいた時に、はい、まあ押さえていたからなのか分からないけれども、立っているのが辛いほどの痛みが出てしまってしゃがみ込んでしまったと。あら、うん、でもバスが来て、うん、とりあえず乗ろうと相手も支えてくれたのですが、うん、まあ痛みとね申し訳なさで、うん、バスの中の視線でね、まあ、いたたまれなくなってしまって、うんうんうん、まあもう首を横に振ることがしかできなかったと。なるほどなるほど、うん、で迷惑をかけてしまったことを彼に謝罪すると、彼は、うん、
生理痛って気の持ちようじゃないの？始まったな。薬も飲んだら飲んだならどうせ大した痛みでもないんでしょ。来たな。大げさに痛いふりなんかして今日来たくなかったって言ってるようにしか見えないんだけど、めんどくさいし腹立つ、だから女は嫌いなんだよとまで言われてしまいました。言うねまあで迷惑をかけてしまったことは申し訳なかったけども、うん、その心ない言葉に私はその場で泣いてしまい、それを見て彼はもう付き合ってられないと思ったのか黙って帰ってしまったと。あらららら。でまあそれ以来ね、まあ、今後同じように言う人がいるかもしれないと思うと、まあ、ちょっと生理中に男性と遊ぶのは怖いと思ってしまった、うん、なるほど。こんな男性ばかりではないと思っていますがということで、うんうん、まあ参入者の皆様はこの男性の立場だったらどう対応していましたか。こんな風にはならないと思いますけどね、うん、っていう今まあ女性ならではのお悩み。いやすごいですね、うん、その男性なかなかすごいね、なかなか来てるね。まず会ってないよね。まず会ってないですね。そうなったら、うん、そうなったら会わないですよ。だって相当辛いんでしょ。そう聞くね。それがなさってさ、うん、月1回来るんだよ。そうでしょ。そうですな。俺耐えれないよ、うん、毎月1回あの苦しみがやってくるって思いながら、うん、もう何十年も生き続けなきゃいけないでしょ、うん、どのぐらいにかなり痛い。本当にでも人に波が、まあ人によってそれぞれっていう風には聞きますけど、うん、金玉蹴られるぐらいっていう話じゃなかった。あ、それが続く？それは、うん、剣玉、剣玉、剣玉、金玉蹴られるのは、うん、いてえよ。いてえ。いてえな。うん、いてえよ。玉木。俺の結石のあの睾丸が引っ張られるぐらい痛いのかな。なんか本当人によっては動けなくレベル、動けなくなるレベル。滑舌がひどいね。動けなくなる。あ本当に。くらい。人もいれば、まあなんか腹痛。なんか全然の人もいるらしいね。なんかね、そうだね。腹痛で終わっちゃう。本当人によるんだなっていうふうに。いる。でもこの子の場合は多分、うん。もううずくまっちゃうほどだから割と相当だろうね。辛めな方じゃないかな。大変だよな。だってさ、そう男にはやっぱ分かんなくってさ、うん、で例えば大丈夫な人とかがいたりすると、うん、大丈夫なんだなって思っちゃったりするじゃん。そうなんだよ。で人それぞれっていうのは多分分かってないんだ。分かってないんだろうね。ね、うん、だからまあしょうがないっちゃしょうがないんだよね。うん、その男性も知らない、うん、知らないだけだから、うん、そう思っちゃうのも、うん、まあしょうがない。けどもけど も, けどもだ、ね、相手が悪かったとしか言いようがないね。そうだ ね, うだね、うん、僕らはそんなことしませんよね。しませんよ、うん、そんなこと、まず遊ばないですからね。そう、あ、うん、遊ばないっていうのはその呼ばれないってことでしょ、うん、まずそうそうそう、まずそんな声がかからない、まずそういうことです、うん、誘われることがない、そうです、うん、誘う人もいない、生理とかの話題がまず出ないね、うん、そうです、うんうん、だただね ここでだってチン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 言って、そうキャッキャッキャッ言ってんだけじゃん。、うん、だから別に、うんうん、なんだろうね、うちら、うん、そういうとこまで行っちゃう、うん、あ、そうだね。まあそうだね、まずはそんな男だけじゃないよということも、うん、そうだね、そうだね、ご理解いただければ。もう相手が悪かったとしか、一回えへんした方がいいんじゃない。絶対しない。ガラガラだね。絶対えへんだけどしない。え、変だけしてほしいんだけど、それだけはね、やっぱ森進一みたいになってる。そうだね。うん、今絶対にあれじゃん、わざと今そうだねの時は絶対に今ガラガラにした声でやったよね。うん、いや、するんだ。なるんだ。結果するんじゃねえか。まあでもね、お誕生日ですから、うん、もうちょっとで。そうだ、おめでとうございます。楽しい気持ちでお過ごし、うん、その男は忘れましょう。もうね、はい、あれロキソニンがいいんだっけ、やっぱり。え、何が生理痛の時。そうなの、ロキソニンがナンバーワンなの。そうなんだ。あれやっぱ鎮痛剤で、うん、かなりの力がある。トップ、ロキソニン。ロキソニン、はあ、イブ、ん、いやいや全然全然。バファリンとかも、バファリンよりも、うん、あの成分的に、だってあれちょっと前まではあの医者でしかもらえなかったから。ああそうなんだ。ロキソニンは、そう、ええー、だってあの歯痛い時の鎮痛剤もロキソニンをもらうぐらいだから。あ、すげえな。それすげえ。プロ、プロだ。うん、あれだ。そうだね、プロの職人ではあるね、ロキソニン。なるほど、ロキソニン。うん、何、うん、知らんねえ、お前が始めたんだ。生理痛を抑えるやつだろ。飲めば、うん、いいんじゃないですか。ロキソニンを飲んでるでしょ、もう。やっぱみんな薬飲むんかな、生理痛の時。そりゃ飲むんじゃない。みんな飲むんかい。でもまあ、いや、薬飲まない主義の人っているじゃん。そうだね、うん、科学の力に頼れませんみたいな、うんうん、
葉っぱで直すみたいなね。マジで、うん、葉っぱで直すの。薬やばいな、その薬はまずいな、うんうんうん、そっちでだからそう紛らわして、うん、そうそう人はハイにハイ にねハイになるっていう人に抱いてハイになるんだね。ハイになりましょう。そうですねダメですよ。そうですね、ダメですよ。そうですねとか言って、まあそんな感じで、はいはいはい、今回この辺ですかね。あら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 、なるほど、うん、なんか音がして大丈夫か。おやおやおや、というわけで、はい、では、今回の雑談はここまでということで、はい、また次週お会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。さよなら。